ヨーロッパにおけるフランスの地方行政区画2016年再編前の時点における22の地域圏と首都圏に96の県を表した地図右下にコルシカと左にパリの拡大図が含まれている以下にフランスの地方行政区画について県を中心として述べさらに一覧を示すまた海外の領土について合わせて示すフランスの領土は ヨーロッパの領土とヨーロッパ以外にある海外の領土からなる。これらの領土は次のような地方行政区画に区分され、統治されている。ヨーロッパ大陸に位置する本土及び周辺の当初からなるヨーロッパの領土は13の地域圏に大区分される。地域圏は地域圏主婦に行政の中心を置く。フランス本土と海外の領土海外の領土の行政区画は 県以下のレベルにおいて、5つの海外県、5つの海外巡県、特別共同体である、ニューカレドニア、並びに、無人島所と南極大陸のアデリーランドに分けられる。なお、本土領域を表す正式な訳語として、日本の外務省は、フランス共和国のヨーロッパ県という表記を用いている。海外県及び、海外地域県12009年選挙の後、マヨットは、 2011年にフランスの海外県となった海外準県、海外領土に32003年の選挙の結果2007年2月22日にグアドループ圏から独立その他の海外の領土4アムステルダム島サンポール島クローゼー諸島ケルゲレン諸島アデリーランドインド洋無人島軍からなる5軍事施設や研究施設がありそこに駐在する人がいる フランス語分けてもオイル語内の方言、シャンパーニュ語、ガル語、ピカルディ語、ノルマン語、および、バロン語などの話者の分布に基づく、地方性、地域性についても留意。アフリカフランス語、ケベックフランス語、ベルギーフランス語、およびスイスフランス語を除く。ありがとうございます。